21年間就航してきた、松山ソウル便が、昨年、9月以降運休となっておりました。一刻も早い再開をということで、水面下で、さまざまなルートを使いながら、交渉を続けてまいりました。この度、先週の16日でありましたけれども、韓国で最も大きな最大の LCC であるチェジュ航空のチェ社長に対しまして、チームエイメで初めて交渉に臨もうということで、松山市、今治市、これは中与、東与、南与という枠で考えてましたけれども、松山市、今治市、内子町長の3人にご同席をいただきまして、セールスを行ってきたところでございます。大変ご報告した通り感触は良かったんですけども、正式には、まだでしたので、本日、松山ソウル線は、今年の11月2日木曜日から、運行を開始するという連絡をいただいたところでございます。運行スケジュールはお手元の配布資料の通りでありまして、火曜日、木曜日、日曜日の、週3便、で、座席数は便によって異なりますけれども、ボーイング737を活用して189席か186席の席数になります。韓国のインチョン空港を12時40分に出発をし、松山空港着が14時10分、またその折り返しで15時10分に松山空港を出発し、ソウルインチョン空港着が17時5分ということになります。こういうダイヤを予定しているということでございました。チェジュ航空では、韓国の国土交通部に対しまして、路線申請をしており、近く日本の国土交通省に運行計画の認可申請を行う予定と聞いておりまして、ソウル側でも本日付でプレリリースを行うとの連絡が入りました。県では運休後1日も早い路線再開を目指して交渉を進めてきましたけれども、路線の再開決定は本当に1年近くありまして空白がありましたので、大変嬉しく思っております。チェ社長をはじめチェジュ航空の関係者、そして関わったすべてのご協力いただきましたすべての方々に心からお礼を申し上げたいと思います。今後は松山空港ビルが CIQ など関係機関と連携しまして、就航に向けた諸準備を進めるとともに、本日開会した定例県議会において PR 関係関連予算経費の予算案を審議いただくこととしておりまして、議決を得られれば直ちに事業に着手し、インアウト双方で路線就航を広く周知し、官民挙げて利用の機運を高めてまいりたいと思います。空港のある松山市はもとより、LCC の場合体験型のコンテンツというものが非常にポイントになってくると考えます。そこで愛媛県全域の特にチェジュの場合は若い層のお客さんが多いと聞いております。60% から 70% は私どもから見ればインバウンドということになりますので、そういった体験型コンテンツを用意することが非常に重要だというふうに思っておりますので、オール愛媛でそんな体制を確立していきたいというふうに思います。航空券は9月1日金曜日から同社のウェブサイトにおいて発売開始予定でございます。ここがまた非常に LCC らしいところで、ほとんどがこのウェブ上での予約ということになります。また価格については現在最終調整中でありますが、就航を記念したキャンペーンも検討されていると聞いておりまして、また LCC の特色としてもうすでにジェットスターやピーチで県民の皆さんもご経験の方多くなってますが、一般的に早く予約すればするほど値段が安くなるということでございます。この機会にぜひ一人でも多くの方に会員登録の上、これ会員を登録するとですね、その場でクーポンもついているそうですから、割安な料金でソウルはもとより乗り継ぎ便による海外旅行というものも十分活用できると思いますので、リピーターになっていただくことを期待しています。なお、
この度の路線再開に関しましては、昨年このソウル線の再開を視野において、愛媛県の旅行会社の社長を務めていた方を県の観光物産協会にお招きをいたしました。磯村営業エグゼクティブマネージャーがまさにその業界で培った人脈をフル活用していただきまして、誘致活動への助言、また航空会社窓口の紹介など多大なお力添えをいただき、実際の交渉の場でもですね、前面に立って愛媛県愛媛川マーケットをアピールしていただくなど、就航決定に大きな役割を果たしていただいています。最大の功労者として心から感謝申し上げますとともに、就航後は愛媛版 DMO のプロモーターとして、活躍をしていただけるものというふうにさらに期待をさせていただきたいと思います。以上です。